衝撃的なデザインで登場した新型 BMW7 シリーズ。えー、まず、ね、国際試乗会での模様をライドナウではお伝えしましたが、その時のね、見ていただいたこ、えー、方であればね、覚えてらっしゃるでしょうか。えー、その時にはね、 日本には導入されない 760i そして i7 の、ね、2台に乗れたんですよねそして、まあ、それから実はね1ヶ月ぐらいで日本上陸したわけですけども今乗ってるのは当然日本導入モデルそしてその時に乗ることができなかった 740i こちらの M スポーツになります今ね街中を走り出したわけですがなんと静かで滑らかな車なんでしょうかという印象ですねもう本当にね もちろんラグジュアリーカーってそして7シリーズのようなクラスの車ってそれはね静かで快適滑らか力強いまあそういう言葉が並ぶわけですけどこれまでのそういう車に対するイメージというか基準というかそれをね塗り替えるぐらいこの車はほんと静かなんですよね。なんかねこう喋ってる声のトーンも一段落とさないと恥ずかしいぐらいそうこの静かな室内で声が響き渡っちゃうなぁと思ってしまうぐらいとても静かです。 そんな7シリーズ、740i なんですが、一体ね、どんな走りを見せるのか、i7 とね、どっちにするかという贅沢な悩みの人もいるかと思いますんで、じっくりね、見ていきたいと思います。新しい7シリーズ、今回はこのロングボディだけの設定になりました。ね、派手なデザインって言いましたけど、実はそれ派手に見えるのは顔だけで、その顔もね、よく見ると、この眉毛の部分っていうんですかね、デイタイムライトとウインカーの部分は、 フォーアイズの衣装を継承してるんですよね。よく見ると、まあ、よ要するによ、4灯ですよね。昔からの BMW の伝統の4灯ライトっていうのはそこに使われてると。で、その下の、なんだ、箱になった部分というか四角なくなった部分、こちらがヘッドライト、メインヘッドライトユニットということになります。そのデータイムライトのところにね、スワルフスキー使ってみたりとか、派手なことをしてるんですけども、全体のフォルムはね、実にオーソドックスな3ボックス、 なんですよねまあこれはまあ中国市場が大きいとかそういう理由もあるのかとは思いますけど端正な BMW が帰ってきたなとでテールランプも L 字が割と明確じゃないですかこれもねそうそうやっぱこういうのが BM だよねみたいに正直思ってしまううんまあそういう人はね多いんじゃないかなという気がしますね、えー、でロングボディと言ってましたけどもこれ全長5390ありますこれはねもちろんメインとしては i7 がね大きいバッテリーをこのホイールベース管に積むというのもあるしまあマーケットとしてロングの方がもう今 圧倒的に売れるるととといいううこともあるんだろうと思いま,すまあ例えばレクサス LS とかねなんだろうマセラティクアトロポルテとかみ,みんなそういう車もね長いのだけになってますよねまあそれがね今のトレンドなんでしょうねこのセグメントはねそしてねインパクトこっちらも大きいのがインテリアですよねこの BMW カーブドディスプレイを使った目の前のダッシュボードダッシュパネルかなり先進的ですよねもうこの辺の操作系も今 BMW が OS 8と言ってるんですけど、完全に新しいものになってます。もうね、全部タッチでできて、様々な情報をね、こうやって、はい、えー、スマホみたいにね、扱うと。まあこれね、タッチでやりにくいのは確かなんですけど、まあその代わりもう皆さんご存知の通り、BMW は音声入力がすごい進んでますから、結構ね、カバーできちゃうな、という感じですね。あとはね、このね、スピーカーグリルのとこの衣装だったり、このね、 キキラキラとと輝くクリスタルのような装飾かと思いきやこれね例えば後ろから車来てるのにドア開けようとすると赤く光るとかねそういう機能も持たされてあとは自動ドアとかねもう本当に上げていくとキリンがないで、まあ、これは実はね国際地上界の時にもお伝えしたんですが一方でねインテリアの雰囲気とかは、ね、このレザーとかの雰囲気はちょっと柔らかくて優しくてね b M スポーツっていうとなんか。 男っぽいスポーツ性みたいなイメージが過去あったと思いますけど、そういうものではなくてね、非常になんかこう洗練されていますよね。M スポーツ、ね、見た目はね、この車、マットブラックなんで、うんすごく派手だなと思うんだけど、派手というか、ね、怖いなみたいな感じだけどね、中身はこうやって癒し系になってる。まあ、この辺もおそらくは、今のトレンドなのかな、という感じがしますね。えー、そして、ハードウェア。まずロングホイールベースで、 インテグラルアクティブステアリング使ってる。あとは、エアサスペンション。四輪エアサスペンションですね。まあ、こういったもの。基本的なシャシーの構成は i7 と、えっ、ー、と、この74 0ラエそう変わらないと思います。アンチロール機能とかね、まあ、そういうも今回7シリーズは、あの、ハンドリングと乗り心地の両立ということで、かなり気を使って、まあ、そういうものもどんどん盛り込んできてるんですけど、まあ、それがね、この、今回はカーボンを使わなかったボディですけど、非常にね、剛性感しっかりしたボディと、 そ,のそうした、まあ、BMW が今まで磨いてきたシ,ャシー技術の組み合わせみたいな言い方ができるのかなというふうに思います。パワートで 740i は直列6気筒3リッターつターボユニットを積んでます。最高出力は381馬力、そして最大トルクが520ニュートンメーターなんですが、これにね、今回はガソリンエンジン車はね、マイルドハイブリッドが標準になりました。マイルドハイブリッドのアシストが非常に強力なんですよね。なので、 そうあの最高出力はちっちゃいんですけど最大トルクがある、まあ、実際の額面以上の速さというかゆとりというかがあるそ,のそういう走りができているということになります 740i 仙台も3リッターターボだったと思いますけど同じ 740i でもこうねエンジン自体もそう今回新しくなっててこうフィーリング向上パワーも上がりましたよね確か前は333馬力でしたかねはいそうやってエンジンも上がってるんだけど出力上がってるんだけど そこにさらにモーターの加勢もしているという形になります。とにかくね、本当に盛りだくさんなんで話すことが多いんですよね、この車ね。というわけでちょっと説明長くなっちゃいましたけど、走りどうなのか。まず最初に言ったように、すごく静か、滑らか。本当にね、ラグジュアリーサルーンとして、これは一級品、超一級品ですね。本当にね、こう路面からの入力とか、ロードノイズとかもね、抑えられてる風切り音しないな。 エンジンジノイズまあかすかにもちろん踏めば直六の音するけど普通に走ってるとねこれエンジンだかもう EV だか分かんないやと思うぐらい滑らかな走りが実現できてますねちょっとだけ今ね、まあえー、シフト1をシフトダウンして一応ねまあこうやって回せば直六の <laughs> ねビートが聞こえるんですけど はい、普段普通にゆったり走らせてる時には本当に柔らかくこういなしてくれる車だけどさすがそこは BMW でしっかりまっすぐ走るね足どんなに動かしても安定性を損なうようなことはないここの塩梅ばいは見事だなと思いますねまあそれはボディ剛性の高さも効いてるんだと思いますまあそんな風にねとにかくラグジュアリーセダンとして もううう火の落ちどころがななないいいいという言葉ままで使ってししたくなるような新しいダナシリーズ今回そのロングホイールベースを生かしてリアにはね31インチのシアターディスプレイとかラウンジシートとかそういうものが用意されてたりするもうそうやってねリアに座っててもまあ至極快適ないい車なんですけど BMW がそれだけじゃやっぱつまんないですよねとちょっと思っていたら大丈夫。 ここにね、マイモードっていうスイッチがあります。マイモードを押すと、まあ画面はこういう風にね、切り替わるんですけど、まあいろんなリラックスモード、エクスプレッシブモード、これはね、ちょっと今は使わないですけど、音とか光とかの演出でね、こう、人間の気持ちをまあゆったりさせたり、高ぶらせたりしてくれるモードがいくつかあるんですけど、ここスポーツを押しましょう。そうするとね、サスペンション引き締まり、ステアリング引き締まり、アクセルレスポンスがちょっと高まってね、 なんとこれがドライバーズセダン BMW が前面に出てくるんですよねあの快適で滑らかで力強いということは変わらないんだけどあの人と車の関係性というか対話性がちゃんと僕らの, <laughs> のイメージする BMW になるですよ。このの、ね、モードの、えー、差をつけるっていうんですかねはっきりとキャラクターを分けるっていうのはかなりね開発の方気遣ったと言ってましたけど。 その感じはありますよね。いや、これもね、見てください、この、ね、カラフルなというか、はい、そういう照明が、まあ、ちょっとね、ギラギラしすぎかなと思ったりもするんですけど、まあ、悪くないよねと思ってしまうのも、ね、確かですよね。はい、そしてまあ、話戻しますけど、まさにね、こうすると BMW のセダンにな,なるんですよ。走りが楽しい。 だからうんと本当によく、まあ、車で聞くけども後ろの席に座る日にはもうゆったりモードにしとくでも自分でセアリングを握る週末にはねスポーツモードでみたいなことがねイメージだけじゃなくて本当にこの車だとそういう感じになるなとそういう使い方にばっちりだなと思わせますよね。でまあ、そこにねももちろんンンジンも 単なるパワー発生機じゃなくて、bmw 終局のね。ストレート6ですから本当にね。気持ちのいい走りがまあ楽しめるなというところです。えっともうすでにね。その海外で乗った時の i7 の動画でもそうだし、僕ちょっといろんなところの記事原稿とかも書いたんですけど、今回の7シリーズはね。i7 がベストかなと思っているんですよ。もうね。ここまでラグジュアリーサルーンの新しい次元を切り開いていると、もう電動モーターの走りがぴったり、さらにね。bmw の電動は本当に。 気持ちの走り実現してるんでね i7 の動画も上げますんでそちらを見ていただければと思いますけどこの 740i はだからどうなんだろうなと思ってたら乗ってみるとねその、えー、ラグジュアリーサルーンの新しい世界を見せながらまさにこの静粛性とかこの、まあ、デザインとか鉱石の快適性とかね、まあ、そういうところを含めてですけどねそれを見せながらその BMW の旧来の と言ってしまっていいのかなまあ今まで培ってきたドライビングの喜びまあこのエンジンの息吹がそれを特に強調するわけですがそれがねうまく同居してるでさらにこうやってモード切り替えると表に出てくるみたいなのがね非常にいいバランスだなと思いましたね今まで通りのラグジュアリーサロンの世界じゃつまらないな新しい世界が見てみたいなでもバッテリー電気自動車だとちょっといろいろ不便だなってい,う人はいっぱいいると思うんですけどそれねそのいいなんか妥協案じゃなくていい設 中なんかいい言い方ができるかな両方本当に両立した感じの新しいラグジュアリーサルーンだけどそのそこには BMW の走りの喜びシアドライビングプレジャーね <laughs> それが同居しているだからね 740i もね今日ほんと初めて乗ったんですけどこれもありだなとまあうん思いましたね今まで BMW 愛好してきた、まあ、7シリーズだけに限らずですけどそういう人にとってはこれ乗るとねちゃんとその BMW らしい喜びもあるし 新しさもめちゃめちゃ感じられるそういういい選択になるのかなと思いますうんあのこれとこの 740i と i7 というラインナップはねなか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 いいんじゃないでしょうかね新型7シリーズのうまみがねしっかり出ているラインナップなのかなと思いますと言いつつ実はねこれで多分終わりではないんですよね新しい7シリーズは、えー、マイルドハイブリッド 48V 等のマイルドハイブリッドの内燃エンジン車ね、えー、ガーソリンディーゼルと えー、バッテリー V さらにねプラグインハイブリッドが今後出てくる予定ですねいわゆる M パフォーマンスとかもそうなるはずなんですよ今後日本もね多分それが入ってくるはず 760i を入れなかったっていうのは多分その辺のハイパフォーマンスなねモデルはプラグインハイブリッドを入れてくるんじゃないかなと思いますだからこれから先もね展開あると思うんですけどまあそっちも楽しみにしつつ 740i は、まあ、今までも繰り返してきた通りね非常に BMW らしいところと 最先端のラグジュアリーサこれがね、うん、同居したまさに今の時代じゃないと乗れない車と言ってもいいのかもしれないですねえー、i7 と今だったらどっちがいいっていうかなちょっと本当に悩ましいですけど本当に悩んでしまうぐらいこの両者は魅力的なラグジュアリーサルンだなと思いますあの僕の中では過去最高の7シリーズの登場かなというふうに思いますね